皆さんどうも、ピーマンドウエスというわけで、今回俺と横浜の143日物語実況127回目になりますぞい。今回も中日3連戦の2戦目9月2日の試合をプレイしていきましょう。前回1戦目無事勝利することができました。3対2という接戦をね、制することができました。で、これ広島戦からの流れで現在はチームは2連勝という形で来てますからね、今日勝てば3連勝でございます。そしてもうマジックもあと3というところまで来てますから、頑張ろうぜーローゼローぜ。OK、 今回の実況はですね、監督プレイでチームがチャンスピンチになると操作していくからね。今日の先発砂田、オーマイガー調子悪いなが、まあこの男しかいないんで託しましょうかね。行きましょうよ。ほんでどうしよう。今日のベストオーダーはね、これだよ。梶谷が怪我しちゃってるんだよね。まあ違和感だけなので試合には出場できます。これ荒波も同じなんですけどね。ただこの違和感持ってる状況だと本来の実力というのはなかなか発揮できませんからね。能力下がるので、今日はまあ大事を取って変えていく。スタメン外しましょうか、梶谷だけね。で、荒波をライトにしてですね、田村をセンター、田村センターで行く、やめた方が良さげ。どうしようかな、どうしようかな。サードを筒香にした。ほんで、センターに今日は松本入れましょうか。はい、松本。はい、ちょいと詰めて。で、田村の打順を今日上げてですね、6番。6番で OK ですね。そうしよう。ほんで、松本を7番ですね。ほんで、キャッチャーは今日は峰井で、相手ピッチャーは大野なんで、対左に強い選手を入れておかないとね。よし!じゃあ、このベストオーダーで、2連勝、じゃなく3連勝、いきますよ。やってこう。イェーイ、今季22回戦目の戦い。じゃあ、相手オーナー僕別は 3.44。打てないこともないレベルだね。余裕だよ。ボコボコにしたろうやないけ。おー、いいね、グレール、ナイスヒット。からの、おー、ワイルドピッチでランナー二塁、初めての得点圏、いきなり来たね。ここで、トゥーッとゴー。いや、狙うは長打狙いでしょ。この音か、常にこれでいい。さすがクリーンナップですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。はい、おー、スリーボール。選ぶ?選んでもいいよ。はい、ナイス。もうビビってる、ビビってる。チキン。そんなんでね、うちのチームに勝とうとしてることが間違いなんだよ。決めたれ、ギグス。いったれ、ポケ。はい、ナイス!おいえ!当たり前だね。今季第1号、スリーラン。先制のスリーランですよ。もう、大野くん、チキンすぎるわ。もう腰引いとるもん。おう、打たれる。そんな弱気なピッチングしてると、うちのギグスは黙ってないんだよね。はい、ありがとうございます。先制点。この3点で今日は勝てるかな?余裕っぽいね。いける。全然余裕だ。雑魚すぎるわ、ちょっと。悲しいわ。おー、田村トゥーベース。いいね。やっぱ対左に強いだけあるわ。まだチャンスが続くね。松本。どうしようかな。長打狙いいいんじゃない?もうこれで。今日はこれで結果がよく出てるしね、初回から。おー。いい打球、ただ真正面だった。いい打球だ。やっぱ長打狙った方がいいね。シングル狙いのバッティングなんてクソくらいですよ。うちはもう長打狙い。打って打って打ちまくり。何してんの砂田くん。いきなりツーベース。オーマイガー。援護くれとんやぞ。頑張れや。こんな日なかなかないで、あんた。初回から3点入る日なんてねよ。よし。でもここはもうフォアボール覚悟でもいいよ。変化球、とにかく変化球で攻めなさい。いい球いってる。インコースは攻めないのかい。最後勝負球はどうする。あら、それはあかんわお前。最後に投げたのがそれかい。信じられないね。なぜそれを選択したんだ。まあこれはゲッツー取れる場面でもあるからね。勝負していけ。もうここが勝負だ。使ってくるんか。早いね、マジで。うわはぁ、卑怯すぎるわ。おい、ここが勝負だ。ずるいだろ、お前。こんな初球ホームランなんてありえねえわ。はぁ、試合振り出しに戻ったぞ、お前。ざけんなよ、砂田。やってくれたな、お前。二軍行き覚悟しとけ、ボケ。クソ使えねえ。なんじゃこいつ、この後のピンチ招きやがって。クソ使えない、パクユー。出てけ、横浜から。お前はこのチームがリーグ優勝した時に一軍にいないでしょうね、間違いなく。絶対今後は一回も使わない。決まりました。俺はね、援護もらっておきながらね、すぐ同点に追いつかれるクソ野郎はね、この世で一番最も大嫌いなやつなんだ。ま
ありえない。また打たれてるし。ナイス、アルナミ、よく取った。アルナミじゃなかった。取れてないんだぞ。ふざけるなよ、本当に。ぶち壊しじゃねえか、お前。こんな怒り爆発するわ。今日は勝ったと思ったのによ。いやもう本当、今日どんなこの後いいピッチングしても2軍行きは確定なんでね。どうぞ2軍で投げてください。お似合いだ。2軍で投げる姿をが誰かに勇気を与えるでしょうね。1軍で投げる姿は誰かに不快感しか与えないからね。みんなを不愉快にするピッチングだ、お前は。これも危ない打球だ。ナイス。今後はないです、ないです。本当にあなたを使うことはない。びっくりしたね。そんな都合よくスリーラン浴びるかね、こっちもよ。もう何がしたいよ、君は。何をするために生まれてきたの。連続でピンチ招きやがってよ。もう抑えろ、ルナ。打たれてしまえ、バカタレーが。即変えてやるわ。もうあと1点でも与えたら即変える。即引退に追い込む。遅れてますね。そうですね。はい、打たれたね。はい、2軍行ってって。グッバイ。中継にボールが送られる。子供たちに夢や希望を与えられてない。与えてるのは、あの人何なのって。なんであんなレベルでプロ野球選手になれてるのって全国の子供たちが思ってるね。横浜だからプロ野球選手になれたのかなと思ってるよ。はぁ、ひでえわ、これ。早くも中継ぎ送るとはね、中継ぎピッチャーに申し訳ないよ。ただ頑張ってくれ。今日は長いイニング投げてもらうぞ。チームは勝ち越し。ただ相手はもうここが勝負だ。使えないわけだからね。逆に言えばこれ以上の手はもうないよ、相手に。1回がピークだからね。流れはもう来ない。シーズンの得点圏打率は2割8分8厘となっています。何してんの。なんで2球ボール続けてんの。インサイド、打球はセンターへ。はい、2アウト。抑えています。2アウトです。あと1人。まずはボールから入りました。まあもうなんでそれ、1球外した意味を教えてくれ。何が意味あるんだそれ。あー、今のはもう賭けでいいとこだから、レーザービーム行くとこでしょう。中継に渡す場面でもないんだよな。賭けで投げろや。なんでやめんだよ。思い切って投げてきます。打ちました。オッケー。あー、しかしこの回2点だ。中継ぎもダメなのか。会話するんじゃねえ。グリエルとまともに何会話することあんだよ、お前。何も喋れてねえだろ。もう、都合、この流れを割くな、お前は。併殺だ。見事に役に立たないね。ピッチャーにヒット打たれたらさ、どうすんの。ピッチャーがピッチャーにヒット打たれたら。ナイス、ロペス。ありがとう。やっぱこの男だ。もう、横浜の看板選手はロペスなんだよな。日本人じゃないとこにちょっと悲しさを覚えるね。ね、福地くんはまだいけるでしょ。言ってくれ。無理だったね。お、いいぞ。おー、ナイス。ルナ盗塁失敗で福田抑えて。は？もう、なんなのよ、ほんとに、このクソピーの集まり。スタミナ切れてんじゃねえか、こいつ。なんだ、なんだ、なんだ。しょんぼいピッチャーだな。もう、フォアボール連続で与えるやつって、本当に鬱陶しいし、気持ち悪いよね。田中行け、てめえ、こら。よし、これだよ、これ。これを求めてる。1点差を絶対守っていかないとね、これ以上の点差はない。離せたらダメ。いや、田中に代打を送らないね。そのまんまで OK だ。次のイニングも投げてもらう。ねえ、大島が出塁したら盗塁してくるっていうこと分かんないのかな。分かんなくてそういう、わざとやってんの。わざと負けようとしてない。大丈夫。よし。あ、もうここがピッチャーだ。勝負してけ。グイグイ行こう。3球勝負だ。いらない球は投げるな。はい、オッケー。まずはストライクを取りました。はい、オッケー。ストレート連投しすぎじゃない。勝負してけって、ストレートばっか投げろってことじゃねえぞ。はい、オッケー。ほんで荒木、今日は1安打打たれてますけども、何か大丈夫だろ。際どいコースですが、アンパイアの手が上がりました。ミサーバッターの荒木、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。うん、ちょっと左には弱い傾向がありますね。うーん、そうですか。インローじゃない。
よし、外の球ナイス。見事に俺と言ったことは逆だったが、それは突っ込むとこではないんだ。さて筒香行け。ファーストゴロ、ギグスは、セカンドゴロ、ロペスサードゴロか。おお、ツーベース。この男だけは違かったね。他とは違って流れが違う。やっぱ違うわ、やっぱ違うんです。長打狙い頼む。田村1打席目ツーベース。対左にはめっぽう強い男だ。大野をまた打て、同点だ。うわ、逃げてるし、もうビビりすぎだわ。何よ、こいつが球界を代表するサウスポーなの。情けないヘドが出るね。情けないわ、もうありえないわ、本当に。中日ファンは誰も喜ばねえよ。みんなお前が投げる試合応援しに来ないよ。ナイス、1、2塁か。素晴らしい。ツーアウトランナー満塁。勝負に出るか。次のバッター誰だ。ミネイ。行こう行こう、勝負に出る。ここは勝負だ。使いますよ。この男もう何度も横浜のピンチを救ってる。ここでのチャンス。打ってくれ。ミネイしかいない。初球はストライク。ストレートが決まっています。アウトコース。頼むぞ。インコース高めの変化球。まあ今今、野球は2ストライクからだ。追い込んでいます。さあどのように料理していくか。フォアボールはいらんのぞ。ゾーンギリギリを狙って勝負ですね。おお、パスボール。どうだ、ランナー帰って、なんで来なかった今。いけただろう。まあ、ああいうミスは流れを左右することがありますから。ナイス、ファールかい。頼む、同点には追いついてくれ。どうだこの打球は。レフトほとんど動かず、アウト。お前に勝負を託したのに。そもそもパスボールでなんで帰ってこなかったんだよ。今帰ってこれだろう。ビビりすぎだわ。何この全員ビビりな野球。誰が面白いんだよ、こんな応援してよ。代打、梶谷行ってみよう。今日は怪我違和感持ちなんで、スタメン外したが、レフトフライ。フォアボール。あーで、チャンスかな。ここで筒香、取り返してくれ、筒香。お前が打たんと横浜勝てないんだよ。フォアボール選ぶだけで満足するんじゃねえ。長打ならいいじゃん、ポケ、行ってこい。チームの看板選手なら決めてみろ、ここで。低め、見ました、ボールです。バッと思い切って振ってきました。ワンボール、ツーストライク追い込んでいます。うわあ、切りました、ファウルボール。ファールダメだこれ。こいつがチーム看板のチームはそりゃ弱いわ。こういう場面で全く期待できないバッターだからね。こういう場面の都合は本当に打てないね。打ってるとこ見たことねえや。梶谷には変えましょう。今日は代打のみでね。もう気がつけば7回裏だよ。よし、よく抑えた。さて、ギグス、クリーンアップか、始まるとこ、ロペスは失礼。ナイス、ロペス、やっぱロペス。はぁ、今日2本目。全部ソロだけど、全然問題ないわ。ソロなのは前のランナーが悪いからね。前のランナーが失礼した、こういうことはなかったんだ。ありがとう、やっぱロペスだな。よかったね、DeNA さん。ロペスを取ってね、巨人からロペスを取ってよかったと思うわ。じゃないと今こんな試合できてないもん。音坂行こう。長打力あるね。行こう。ライトフライ。ダメだな。で、浅尾くん。2試合連続でね、疲労はちょっと溜まってますけど。行ってこい。頼むぞ。中日抑えろ。はい、フォアボール。何しとんねん。9回裏やぞ、ポケ。おい。何してんねん、お前。おい。ここで負けてみろ。お前も2軍行きちゃうぞ、ポケ、こら。最近野球界はおかしな雰囲気になっとるやろ、お前。賭博やらないやろでよ。この流れでお前確実に打たれた。お前そういう流れに入ってるだろ。ねえ、そういうことしてんじゃないのこれ。ねえ、疑惑立つよ、古巣相手にこれ。こんなとこでさよならだったらほんとブチ切れるけどね。ゼロね。1点でも取られたら終わりだよ、9回裏なんだから。カウント、よし。ここは打ち上げています。ルナもそこそこ足が速い選手だからね、今盗塁決めてるみたいに。速い選手ですから、これシングルで1点入る。それでさよなら、十分にある。積極的に振っていきます。落としていきましたが、これは外れます。よし、あと1球、何を選択する。ナイス、2アウト。さて、あと1人、和田さんだ。今日はヒットはないが、フォアボール2つを選んでいる。初球は何から入ってくるか。うわ、嘘だろ、嘘だろ。あれだ、レーザービーム。ブレー、
やばいやばいやばい、嘘だろ、コーチャーケン、コーチャーケン、コーチャーケン、ここでコーチが声を、ここでちょっと怖いバッター大島だね。内野安打でさよ、あれということもあるからな、さよなら頼むぞ。ストライクです。今のはバッターよく見ましたよね。そうですね。よし、ちょっと高いけどね、危ないよ。これは高いボールが浮いてる。低め一球も決まってねえや。あーもうここがフォアボールでも覚悟していいから、もう厳しいとこ行け。よーし、とりあえずさよならを防ぎましたが、青沢くん2試合連続この非出塁を許す。ちょっとひどいね、話にならないね。通都合一発はないか。さあどころギグス、あーダメだこれ。朝を行くか、2イニングいけないね、いけないいけない。帰っていきましょう、ここは帰るべきだ。リリーフリリーフ、長田行こう、頼むぞ。よし、ファーストゴロ、レフトフライ、んで最後荒木を抑えて、イエーイ。でロブス頼む、試合を決めろ。エラーで出塁、ナイス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 。このまま行けば次のイニング回ってこないと思う。ただファースト守れるやついるか。あー、まあ山崎だったらいるね。いや、ここ足速いランナー行きましょうよ、ロペスの代わりにね。決める決める、絶対決めるわ。田村頼むぞ。え、よし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 、ランナー入れ替わったんだね。ダイソー送った意味ねえやこれ。まあいいや、田村盗塁決めてくれたんだね。アウトにはなったが、打てなかったが得点圏に行ったんだ。さて松本何で行く。とりあえずどうするかな、直球狙いで待ってみようか。うわー、これも直球、これも直球、ツーシームだ。もう任せる、自分で打て、追い込まれたんだ。はい、ダメだね、うん、無理だ。ミネイ、お前はないのか。もう託すわこいつに。そもそもお前があの満塁の場面で打ってくれてたら試合は変わっていた、流れは。それを取り返せ、ここで簡単に追い込まれるな、フレバットを。ドアーファールだ、惜しい。ダメだこりゃ、ひでえなこいつ。ツーストライクまで何もしてなかったよね。なんかしてたこいつ、なんでただただ見るの。追い込まれてるっていう自覚ないのかな、わかんない。長田ちょっと2イニング行ってもらいたい。他の中継ぎは信用なら、安明はちょっと9回に残しておきたいんだね。9回じゃねえや、12回にね。え、何してんの。はい、ゲームセット。嘘だろこいつ。はっ、生かすべきではなかったのか。いや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 、さよなら出すよ、出す出す。もう嘘やん、もうマジかよこいつ、本当に勘弁してくれ。こういうのはクソムカつくんだよ。3連勝はならずだね、長田が打たれた今季1敗目。生かすべきではなかったのかな。いやいやいや、延長11回裏に初回に先頭バッターフォアボール与えたんだけど、次ゲッツー取ったからね。あ、これはいけるわ、これもらった。次安明だなと思ってたら、その後福田にフォアボール、ほんでエルナンデスのツーベースでゲームセット。いかにも横浜だよね、これぞ横浜アマチュア球団というね。ゲッツー取った流れでフォアボールを与えるピッチャーって何なの。指ついてないのかな、指3本しかないのかな、5本ないからストライク入んないのか、僕には分かりません。本当にクソ試合ですよこんなもん、ひでえわ。シーズンさん何も喜ぶことじゃないよ、内容はどうなんだよ教えてみろ。何ボードランナー許しとんねん、何も喜べねえ。素直に歓迎してくれるやつはこの世に存在しねえんだ。とりあえず2軍決定ね。はい、砂田君お疲れ様でした。君はリーグ優勝した時に1軍にはいられない、そういうピッチャーだ。不満があるなら出て行ってもらっても構わない。国を仕上げていこうか、先発としてはクソだけどね。まあいいや、使っていこう。で野手ではどうしようかな。バルディリスが調子いいのでね、まあでも外国人枠あるから上げれないけどね。中島もあと4日か。こいつもほんと怪我しまくってる、無能すぎるわ。トレードで取るんじゃなかった、ほんと後悔しかねえや。
はい、この3連戦2戦目敗北マジックさん変わらずですね、このカードを3立てすればですね、このカードでリーグ優勝を決めることもあったんですけど、まあそれはできませんですよ。次回の実況では3連戦の3戦目中日最後の試合をプレイしていくのでね、そこで勝ち越せるか、負ければ負け越しだ。今季の対戦成績は12勝10敗勝ち越して13勝目を挙げていきたいとこだね。 OK、 じゃあ次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おうぜ、ベベベベイベイ。